タイクロギーさんです。老慶くんのお墓参りに参りましょう。はい、生きてたら、19歳かな。マジでいい天気。今日はあれだな、ワンワンの声が聞こえますよ。お隣がね、保護施設になってるんだけど、ワンワンの声が聞こえます。あれどこだっけ？どこだっけ？下かな。あいうえお順になってるって言ってたもん。外に当場を当場を探しに来たんだけど、赤い短期通からないぞ。どこだ。日付なのか。あ、そこか。あった。なんて書いてあるかさっぱりわからないけど、ね、ちゃんとジョンって書いてあります。どうしようでしょうね。じゃあこれからお参りしておきましょうよ。じゃあかぶっちゃったからな。ジョンがなくなったって。いまだに玄関にジョンの声がするのは何だろうか。ジョンの気配するんだったら、ちょっと体洗ってきてくんないかな。匂いすごいんだよな。はい、お参り完了でございます。そうなんだよ、もう死にかけのあのジョンの匂いがすごい玄関にするんだよ。ちゃんと元気な姿で来ればいいのに、なんでそんなヨボヨボの時の姿で来るかな。はい、以上、今日は人が結構いるのであんまり撮影できませんけど、という感じのお墓でございます。お、一応宮大工になってるよ。じゃあお散歩コースになってるんだね。廃道とかありそうだね、この下は降りて。行かないけど、今日は。よし。
戻りましょう。では帰りましょう。手術失敗してジョンのとこ行ったらどうする？あそんなことね。よいしょ、心臓じゃねえから大丈夫だろ。いやよっしゃ。じゃあ以上、老犬くんのお墓参りでございました。お疲れ様でした。